ちは超バテバテで喉乾いてて、自分の居場所も分かんないんだから、いい加減黙っていい子にしててくれない？大丈夫だって。砂漠のど真ん中で脱水状態だし、ほんと最悪だけど、きっとなんとかなる。ほっといてよエイデン。何？大丈夫エイデン、怖がる必要ないよ。突然お邪魔してすみません。一晩泊まれる場所を探してて、もしよければ。他に行け。悪い。お願い、夜はかなり冷えるし、私他に行くあてがないんです。それに朝までには出て行きますから。ダメだと言ってるだろ。もう行くんだ。面倒をして、いやスパーゾアクリナオどぼね、だらへ、ディンね。おって言え、そこはスタード。ベンダコのドスカス。アードはベンダコのドスト。いいぞ。止めてやろう。入って。名前は？ジョディ。ポールだ。息子のコリーとジェイ、私の母チマサニだ。返事はしないが気にするな。何年も喋っていない。これから夕飯だが、一緒に食べるかね？ええ、ありがとう。ここじゃヒッチハイカーは珍しい。どこに行くんだい？ただ
ずっと旅してるんです。旅し続ければそのうち行き先が見つかるって。なるほど。あなたたちはナバホ族？ディネだ。人々という意味だよ。ナバホの言葉だ。ここはすごく町から遠いけど、うん、先祖代々ここで暮らしてる。ここで生まれ、ここで死ぬ。息子たちには町に行けと言ったが、だが家族と残ることにしたようだ。この辺では牧場はあんまり見ないけど、仲間は皆町に越していった。厳しい暮らしさ。でもってどういう意味？命が惜しいか？なら鍵をかけて朝まで出るの。変なところだけど大丈夫。明日にはここから遠くに行けるはず。おやすみエイデン。何が聞こえる？
部屋にいろと言っただろう。あれは何なの。ベッドに戻って朝には出て行け。